命の更新、または、マーチフォーライフとは、人工妊娠中絶の実施と合憲のどちらにも、平和的に抗議する毎年恒例の集会で、1973年に、アメリカ合衆国最高裁判所が中絶を、合憲とした画期的決着の老体、ベード判決記念日前後に、ワシントン DC で開催されている。公共の場にて、プロライフの人々を結集、教育、 動員することで中絶を終わらせることを使命とする。この更新は、老体、米ド判決を覆すことを提唱している。この更新は、マーチフォーライフ教育用語基金によって、組織運営されている。ネリー・グレーの呼びかけで始まった第1回目の命の更新は、1974年1月22日に、米国議会議事堂の西会談で開催され、 推定2万人の支持者が参加した。この更新はもともと一度きりのイベントになるつもりで、判決の翌年に、米国最高裁判所が、ローウェイド判決を覆すのを期待したものだった。しかし1974年の第1回更新を終えて、グレーは、ウェイドが覆されるまで、毎年恒例のイベントとして、この集会を実施すべく、 より多くの中絶反対草の根活動家を組み入れる措置を講じ、同年にそれは非営利団体として正式に承認された。1974年1月22日、数千人の中絶反対者が最初のマーチフォーライフに参加した。国会議員がプロライフの法案を発表して中絶反対運動に対する支持を表明したため集会が開かれた。このプログラムは 国会議事堂の周りを更新して命の輪を形成し、続いて参加者たちが国会議員にロビー活動を行って完了した。2006年の第33回命の更新では、サミュエル・アリート裁判官の最高裁判所への指名が、この運動に大きな変化をもたらした。なぜなら、アリートには上院の承認を勝ち取って、老体、 米度判決を覆す側が過半数になるだろうとの期待があったためである。2008年の第35回命の更新では、ガッドマッハー研究所の報告書が発表され、そこで2005年に米国で実施された中絶件数は120万に減少したことが判明した。これは1976年以降で最小規模の中絶件数だった。 2009年の命の更新期間に選択の自由法が第110回米国議会で可決しかねない状況は集会のキーポイントとして機能した。命の更新は正午ごろに始まる。通常は4番ストリート付近にあるナショナルモールでの集会で参加者たちが構成される。コンスティテューションアベニュー北西側を降り、ファーストストリート北東側で右折し、その後は 終点の米国最高裁判所会談まで更新が続き、そこで別の集会が開催される。デモ参加者の多くはバラを届けて国会議員にロビー活動することで1日が始まる。2013年命の更新参加者、ノートルダム大学の学生少女がプロライフの看板を掲げている様子1987年は吹雪にもかかわらず約1万人が参加した。 1995年は、米国国立公園局が出席者数を公式に推計した、最終年で、1994年の3万5000人と、比較して4万5000人が参加した。2003年から2012年にかけて、この更新は、数万人と推定される群衆を率いたが、主催者側は、数十万人だと主張した。主催側によると、 2011年のイベントには40万人が参加した。2013年にはこの更新が65万人を率いたと推計した。あらゆる大群衆の推計と同じで発表される出席者の数はまちまちであるが、CNN やロイターなどの報道は数万人から6桁未満との数字を示している。2016年はワシントン DC で610ミ、mm、リメートルの雪が降った。 ブリザードにもかかわらず更新が実施され、参加者は数千人だった。多くの10代若者や大学生が毎年この更新に参加し、典型的には教会の集まりや青少年団と一緒にやってくる。ワシントンポストのコラム記者は、2010年に更新者の約半数が30歳未満であると推定した。1987年、ロナルド・レーガンは電話で、 遠隔演説して、この国の悲劇を終わらせる、手助けをすると宣誓した。当時ノースカロライナ州上院議員のジェシー・ヘルムズが出席して演説した。彼は、中絶をアメリカのホロコーストと称した。2003年、ジョージ・ W ・ブッシュは電話で遠隔演説して、そうした高貴な動機での献身に対して参加者に謝辞を述べた。電話演説において、彼は、老体、 ウェード判決を覆そうという特定の取り組みへの助言ではなく、中絶に反対することに関して、広く話す傾向があった。2003年、演説者には、ニュージャージー州の共和党議員、クリス・スミスとオペレーションレスキューの創設者、ランドール・テリーがいた。演説にて、テリーは聴衆にいる若者に向かって、あなたが価値を感じるすべてのために戦えと呼びかけた。 2004年には15人の議員が演説した。演説した議員の中には、カンザス州のトット・ティアールトとペンシルベニア州のパトリック・ジェイ・トゥーミーがいた。第30回の更新でも演説したティアールトは、更新者に自分の州のプロライフ活動者を助けるよう促した。トゥーミーはこれら発言を支持し、上院の過半数獲得そして裁判所に再審請求するため、 プロライフの候補者に投票するよう発言した。2006年、オハイオ州の共和党員で主要なプロライフの擁護者で、ある、米国会員議員のスティーブ・チャボットは、ロータイウェイドを覆すことに関して大衆に演説を行い、命の更新の創設者、ネリー・グレーも演説した。2009年には、ウィスコンシン州共和党員で、米国会員司法委員会の元議長会ジェームズ、 センセンブレナー議員を含む約20人の国会議員が演説した。マイク・ペンスは命の更新に参加した最初の副大統領であり、更新に参加した米国公務員の最高役職。2011年演説者には会員多数党員内総務のエリック・カンター、会員多数党員内幹事のケビン・マッカーシー、及びマイク・ペンスを含む国会議員がいた。2013年、 発表者には、米国下院議長のジョン・ベーナー、元米国上院議員で2012年大統領予備選挙の共和党候補、リック・サントラムを含む国会議員がいた。2016年、共和党の大統領候補カーリー・フィオリーナが更新に参加した。2017年には、マイク・ペンス副大統領、ケリー・アン・コンウェイ、ニューヨーク大司教のティモシー・エムドラン・スー・キ教、 プロライフ活動家のアビー・ジョンソン、NFL 選手のベンジャミン・ワトソンが更新に加わった。ペンス副大統領はこの更新に参加して演説をした最初の副大統領になり、それを実行した最高位の公務員となった。ペンスはまたインディアナ州地方議員だった2010年当時の更新でも演説者の一人だった。2018年、ドナルド・トランプ大統領は、 ホワイトハウスのローズガーデンからの衛星中継にて第45回の更新の演説を行い、この技術を使用して集会で演説した最初の米国大統領になった。一方で更新には、米国会議長、ポール・ライアン、イリノイ州の民主党員、ダン・リピンスキー、元 NFL 選手のマット・バークや、元 NFL 選手、ティム・ティー・ボーの母親パムが参加した。2019年、 トランプは衛星中継で群衆に演説し、ペンスはこのイベントで対面演説した。大統領は我々の独立宣言にある最初の権利こと生存権を私は常に擁護すると発言した。更新の後、物議を醸す事件が起こり、命の更新参加者グループと先住民族者の更新参加者たちが互いに行く手を塞いだ。 2020年命の更新のトランプ2020年1月24日、トランプは命の更新に参加し演説した初のアメリカ合衆国大統領となった。様々なプロライフ団体がこの更新前後に米国でイベントを開催する。そうした行事にはジョージタウン大学でのルアウフォーライフや最高裁判所でのキャンドルライトビジリアなどがある。さらにプロライフのメッセージを込めた。 自主制作映画がこの更新と一緒に初上映されたり宣伝されたりする。そうした映画には2013年の更新に合わせて上映されたバチカン公認映画デュンビーや2009年の更新前日に初上映された22ウィークスなどがある。スチューデント・フォー・ライフ・オブ・アメリカは通常この更新の翌日に全国大会を開催する。 ワシントン DC にあるダー・コンスティテューション・ホールでは、更新の朝に、キリスト教諸教派の合同祈祷会が毎年、取り行われる。毎年多くのキリスト教諸教派から聖職者たちが、参加し、プロライフ認定表彰も授与される。この祈祷会は、全米プロライフ宗教評議会、プリースト・フォー・ライフ、ゴスペル・オブ・ライフ・ミニストリーズ、ゴズペル・オブ・ライフ・ミンリーズによる講演を受けており、 イベントが無料で一般公開されている。2014年7月13日、日本で最初の命の更新がプロリフ JP と小さな命を守る会の協力により東京都内で行われ33人が参加した。2017年7月17日からカトリック築地教会を集合場所として海の日に行われるようになり2018年には カトリック東京大司教区菊池伊佐大司教、カトリック大阪大司教区前田マハ大司教、中日教皇大使、ジョセフ・チェノット大司教がメッセージを寄せた。同年7月16日には、フィリピンや台湾、香港などからのキリスト教団体の関係者を含む約250人が参加した。2019年7月15日は300人近くが参加。カトリック、 鹿児島市教区中の広明市教とカトリック大阪大市教区境都市広保佐市教が地元から駆けつけた。2020年7月23日は新型コロナウイルス感染症の影響で参加者が減少したが出発点である日本橋時和公園に約70人が集まり日戸公園までの約1時間の道のりを歩いた。ありがとうございます。